100系は静岡県に鉄道路線を有する伊豆急行がかつて使用していた電車。1961年12月10日の開業時から1972年まで計53両が製造され、第2の黒船とも呼ばれた開業当初の盛況や伊豆半島の観光業の発展、その後の時代の変化に合わせ、一等車や 食堂車をはじめとした多彩な車種が導入された。2002年4月27日をもって営業運転を終了したが、残存していた一両が2011年に現役復帰し、2019年まで臨時列車や団体列車に使用された。この項目では、100系の機器を流用する形で製造され、共通運用に使われた1000系についても解説する。 第二次世界大戦前から1950年代までの伊豆半島の鉄道は、熱海駅伊東駅間の伊東線しか存在せず、特に下田をはじめとする奥伊豆と呼ばれる地域は悪路をバスで進まなければならないほど陸路の便が非常に悪かった。そのため多数の温泉を抱える一大観光地でありながら、その観光資源を十分に活用できない状態に、 あった伊豆半島の住民にとって、伊豆に鉄道が通ることは、長年の悲願であった。1953年、東京急行電鉄は、軽井沢、箱根に続き、伊豆半島を観光地として大規模に開発する計画を立ち上げ、その一環として、伊東駅からさらに南へ路線を伸ばし、下田へ至る新たな鉄道の建設を決定した。1956年に、 伊東下田電気鉄道として、鉄道を運営する東急電鉄の子会社が設立され、同年に許可を得た後、1960年から後期2年という条件のもとで特管工事が始まった。この路線に導入する車両について、当初は親会社である東急の中古車両の譲渡も検討されたが、観光地である伊豆へ向かう路線ということもあり、新型電車を導入することになった。 またその際には全面に展望室を設置した小田急ロマンスカーに類似した車両設計も考案されたが国鉄への直通運転を念頭に置いた結果最終的に当時伊東線で用いられていた70系、80系電車をもとにした車体規格を有する電車を同じく東急の子会社である東急車両製造が製造することとなった。そして 開業を控えた1961年に社名を現在のものに変更した伊豆急行が導入した最初の電車が100系である。国鉄路線への乗り入れを前提にしたことから、車体全長は20メートル級となり、車体の外反、床板、屋根は軽量化を図るため厚さ1.6から2.3ミリメートルの後半が使用された。前面は東急6000系の形状を元にした。 中央に貫通扉を設置した三枚窓のデザインが用いられ、全照灯は玉切れなどの非常時に備え、複数設置された。側面窓は景観を十分眺めることができるよう幅 1300mm、高さ 950mm の二段大型窓とし、下段を上下に開閉することができる構造となっていた。また、路線全体の1、3が、 トンネルという伊豆急行線の条件に合わせ、設計に際しては防火対策として、地下鉄同様の不燃化構造である AA 基準を取り入れた。車体の塗装は上半分がオーシャングリーン、下半分がハワイアンブルーとし、塗装の境に銀色の帯を配する明るい色調となった。この塗装は、揮者から提示された複数案から決定したもので、 伊豆急行を代表する色として2005年に登場した8000系のイメージカラーとして採用された他2011年から2017年まで2100系の一編成がブルードルフィン号としてこの塗装をまとっていた普通車の車内は観光輸送を視野に入れた固定式クロスシートが主体であったが両側面に2カ所設置された片開き式の乗降扉付近には通勤 通学輸送を考慮し、ロングシートが設置された。登場当時の車内塗装は、天井がスカイブルー、窓お及び窓周りは淡いピンク、車内下部は黄銅色、床面はダークグリーンで、通路はライトグリーンで区分されていた。座席のモケットの色は普通車がブルー、一等車は赤色だった。照明は40ワットの蛍光灯を用い、一等車には 乳白色のカバーに覆われていた。台車は後半をプレスし、溶接で組み立てられたもので、荷重は軸受けによって指示された。枕バネはオイルダンパーを併用したコイルバネで、横方向の揺れ枕の復元力は、コイルバネの鋼性を利用した一方、縦方向のについては、防振ゴムを介し、ボルスターアンカーによって支えられた。軸バネについても三重のコイルバネが使用された。 台車の基礎ブレーキは横張りに備わったブレーキシリンダでメンテナンスを考慮して個装置を簡単な構造とした。東洋電気製造製の駆動装置には伊豆急行にも乗り入れることとなった国鉄153系電車と同様の中空軸平行カルダン駆動方式が用いられた。ただし国鉄で同様の駆動方式を取り入れた電車の制御ユニットが二両一ユニットで、 あったのに対し、運用時の柔軟性や、研修設備の都合、短編性でも十分という当初見込みなどの要因から一両でも運行可能な1 M 方式が採用された。電動機は、出力 120kW、端子電圧 750V で、2個直列を基本としたものが2組配置された。また電動車には、補助電源を供給する電動発電機が搭載されており、 連結した付随者への給電も可能だった。製造装置は製造当時伊東線に使用されていた休憩電車との共通運用を行うことを踏まえ、発電ブレーキと空気ブレーキを併用する電磁自動空気ブレーキが採用された。ただし、製造当初から改造により1 5 3軽電車をはじめとする高性能電車との連結が可能な設計がなされていた。 また非常ブレーキ使用時には発電ブレーキも付加することでより減速度を大きくするようにした。100系は需要の拡大や時代の変化に応じ、電動制御車、制御車、付随車、グリーン車、食堂車など多彩な車種が導入された。以下、100系の各形式を製造、改造を問わず紹介する。クモハ103イズ公開行事から使用された。 両運転台式の電動制御車、パンタグラフは伊藤駅側に設置された。造血用車両として重宝されたほか、ED25 系電気機関車が導入される以前は、貨物列車牽引用にも使用されており、貨物列車廃止後も工事列車牽員に用いられた事例がある。工術の通り定期営業運転終了後も一両が、伊豆急行に入れ替えようとして残存した。 雲波121編運転台式の電動制御車。18両が製造され、さらに改造によって3両が追加された、100系の中で最も多くの車両を有する形式である。運転台は基本的に伊豆急下田駅側に設置されていたが、111.11 11には当初から126から128は後年の方向転換改造により、 伊藤駅側に設置されており、連結機周辺にジャンパ線を装備する。パンタグラフは連結目によりに設置されていた。製造、改造時期によって以下の種類が存在した。開業以降の成長による編成長大化に伴い装備された運転台を持たない中間電動車。1967年から1968年にかけて7両が製造されたが、 1980年代以降の乗客減少に伴い産両は、雲蛛葉110型へ改造された。伊藤駅側に運転台を有する、制御車。製造、改造時期により、以下の3種類が存在した。伊豆急行線の開業当初、伊東線へ乗り入れる列車の一等車は後述する、半室のみ一等座席が設置されるサロハ180型のみであり、 全室一等車を用いる国鉄の列車との共通運用において不便が生じていた。そこで1963年から全室一等車を導入するのと同時に、サロハ180型と連結する一等二等号作り車が導入された。これが1963年肉ハ1 5号から改造されたクロハ150系である。窓配置をはじめ、車体構造に変化はないが、 連結面側の半分が一等部分となり、車体にはそれを示す、緑色の帯が塗られた。方向転換を行い、伊藤駅側に一等部分を向けた、サロハ183と連結することで、全室一等車と同等の輸送力を確保した。サロ180系の増備が行われた1970年まで使用され、以降はクハ155への復元工事が行われている。 乗客増加による編製増強に伴い製造された二等付随車。乗務員室の位置や有無後年のトイレ設置など車両によって多数の差異が存在した。三両が製造された一等二等号作り付随車。三両が導入され、全車とも製造当初は伊豆急下田駅側に一等座席が、伊豆駅側にトイレが設置されていたが、導入時期によって、 以下のようなサインが存在した。前車とも1970年代前半までに、サハ170型へ格下げされた。グリーン車時代の帯やマークが復活したサハ182、伊藤線直通列車の7両編成下に伴い、1963年から1970年にかけて導入された、全室伊藤付随車。最初に導入されたのは1963年6月に、 製造された184.185で車両番号は前述したサロハ180型に続くものとなった。翌1964年に186、1968年に187が登場した後、1970年に番号が繰り下がった181.182が導入された。そのため、181、182という車両番号が、 サロハ181.182に続き再度使用されることになった一方、サロ183及びサハ183は結番となった。トイレや洗面台は伊豆急下田駅側に設置されていた。184から187は製造当初、冷房が設置されていなかったが、当初から冷房が搭載された181.182に続き、 1970年から1972年にかけて同様に屋根状に6機の分散式、ユニットクーラー、床下に1機の電動発電機設置が行われた。また、これらの4両は製造当初側窓が1段上昇式であったが、製造時に冷房準備車であった187を除いて181.182と同じ固定窓に改められた。 車内に設置された回転式、クロスシートについても差異があり、181.18に18はリクライニングシートとなっていた。1986年8月に普通列車へのグリーン車連結が廃止に伴い、サロ180型は全車とも普通車のサハ180型への格下げ工事を受け、転換式、クロスシートが向かい合わせに固定された。それ以外の改造は、 格下げ時点で行われなかったが、クリーン車の需要が高かったことを受け、翌1987年3月に、サハ184に対しサロ1801、ロイヤルボックスへの大規模改造が施された。サントリーによる製造費2400万円の寄付を受けて製造され、1963年4月27日から、 営業運転を開始した当時私鉄唯一となる食堂車である。スコールカーという愛称で呼ばれていた。車内には4人掛けテーブル席が12カ所取りつ、席16人分のビュッフェがあり、双方の設備の間には非常口が存在した。調理室は伊藤駅寄りに設置され、サントリーが手掛けるビールやウイスキーなどの飲料やサンドイッチ。 アイスクリームをはじめとする軽食などが供された。また伊豆急行で、初めて製造時から冷房が搭載されていた車両でも、あった。だが、伊東線内での食堂車の営業が許可されず、効率の面で難があったこと、それに伴い食堂車の営業自体も不審だった、ことから1969年をもって旧車となり、製造費を負担したサントリーの許可を得て1974年に、 事故で述べる左派190型への車体更新が行われ、形式消滅した。この差し190系の設計にあたり、共振を防ぐ台車の研究が、製造元の等級車両製造と共に行われており、その成果を受けて、他社の台車についても枕バネを中心とした改造工事が実施された。旧車となった差し190系の部品を用い、1974年に、 製造された付随車。今後の旅客サービスにふさわしい車両というコンセプトの下で設計が行われ、サロ180型と同様の窓配置が設置されたほか、屋根上には6機のユニットクーラーが搭載された。利用客から好評を受けたこれらの要素は、線形開発時にも活用されることとなった。開業から17年以上が経過し、 車体の腐食が目立ち始めた100系の機器を流用した車体更新車として1979年以降1000系の導入が実施された。そのうち同年と1983年に導入された4両は制御電動車のクモ波1100型と制御車のク波1500型による2両固定編成であった。車体構造は1974年に登場したサハ190。 型を基礎としており、火災事故対策として100系と同様の A、A 基準を採用した。側面窓は一段加工式のフレームレス方式であったが、天地寸法が左派191から 100mm 大きくなった。また、窓いの位置についても張り上げ屋根であった左派191から変更され、200mm 下げられた。 先頭部は、運転台を従来車から3 0 0、mm、トル高い位置とした、高運転台式で、先頭ガラスは側面まで伸びる曲面ガラスを採用した。車内は、上高扉付近にロングシート、中央部に転換式、クロスシートが配置されており、クロスシートには肘掛けに加え灰皿、テーブル、帽子掛けが設けられていた。サハ191同様、車内には、 冷暖房が完備されていたが、苦情が多かった自動制御から乗客によるスイッチでの操作が可能な手動制御方式に変更された。また、連結運転時に強風が客室に入り込むことを防ぐため、乗務員室と客室の仕切り扉を二重構造とした。運転台の構造についても、国鉄車両に準じた配置としながら人間工学を取り入れ、 乗務員による操作が容易な用配置が考慮され、マスターコントローラやブレーキ弁の軸の傾き、スイッチ類の配置などが改められた。台車は後半溶接式で、上部の揺れ枕は台車からアンカーボルトで支えられていた。バネは軸バネ、枕バネともにコイルバネが用いられた。制動装置については100系の両、打き式から片押し式に改造され、 ブレーキ集は台車内側にのみ設置された。主要機器は100系のものがそのまま流用されており、性能は流用元の車両と同等であった。製造時の制動は発電ブレーキ併用電磁自動空気ブレーキを用いたが将来的に発電ブレーキ、自動ブレーキ併用電磁直通ブレーキへの交換が可能なよう準備工事がなされた。また、クモハ1 0 0型には 伊豆急行の電動車として、初めて空圧式用過重装置や保安ブレーキが設置された。1983年に製造された第二編成以降も増備が検討されていたが、よりリゾート志向を高めた意欲的な車両である2100系、リゾート21へ計画が変更されたことにより、事故のサロ1801を除き以降の導入は行われなかった。 国鉄の方針転換による伊東線のグリーン車、連結廃止に伴い、伊豆急行でも1986年3月3日に、グリーン車が廃止となり、サロ180型は、サハ180型へ格下げされた。しかし、それ以降も、観光客からの優等車両の要望が高かったことを、受け、1987年に、サハ184を種車とした、サロ1800系。 ロイヤルボックスが導入された。車体中央部に配置された4枚寄り道を境に、伊藤駅側が近縁席、伊豆急下田駅側が喫煙席となっており、伊藤駅寄りの車端には連結した普通車からも利用可能なトイレが設置されていた。従来のグリーン車を超えたハイグレードなサービスの提供を視野に入れた設計となっており、山側の座席が固定式、 ボックスシートであった一方、海側の座席は回転式の一人掛け座席となっていた。側面窓は幅 1670mm の大型固定窓で、海側は高さ 950mm と山側よりも大きいサイズであった。喫煙席側の車体中央よりにはサービスカウンターがあり、営業運転中には1000人の乗務員が配置された。 1987年3月28日から営業運転を開始し、100系の編成に組み込まれる形で、伊豆急行及び伊東線の普通列車に導入された。製造当初から冷房を搭載していたことから、後述する冷房化改造を実施した100系への冷房用、電力供給も行っていた。営業運転開始後に、銀体が金体に塗り替えられたが、晩年は、 元の銀色に戻された。営業時には特別車両としてグリーン車とは異なる料金設定がなされていた。1990年以降2100系にロイヤルボックスが連結されるようになってからも運用についていたが、1999年4月1日に普通車へ格下げされ、以降2002年の営業運転終了時まで使用された。 開通時のヘッドマークが再現された100系、JR 東日本165系と並ぶ100系伊豆休行の開業に向けて製造された車両は22両で、あったが、そのうち4両は営業運転開始に先駆けて、東急東横線で宣言も兼ねた、試運転が実施された。これらの車両は1961年時点に、 東急が所有していた路線を走る全長20メートル級の電車でもあったが、車体の裾が絞られた形状であったため、プラットホームなど車両限界に停触することはなかった。東横線での試運転は1961年10月から11月まで実施され、同月2日からは線路や河川、駅舎、トンネルなどの施設が順次完成していった。 伊豆急行線での試運転が始まった。工事の進展に伴い試運転区間は延長し、16日には伊豆急下田駅までの全区間が走行可能となった。開業前日の12月9日には開通式典が実施され、沿線の人々からの歓迎を受けながら特別に編成が組まれた列車が伊豆急行線内を走行した。そして翌12月10日、 第2の黒船とも称された伊豆急行の開通とともに、100系は営業運転を開始した。営業運転開始後、伊豆急行の利用客は当初の想定以上に増加の一途をたどり、特に乗客が多かった下記を中心に、親会社の東急の電車を借用する事態となった。それを受け、1962年以降幾度にもわたって、100系の増備が実施された。 1963年からは半室一等車に代わり全室一等車の導入が始まり、1964年以降は不随車、1967年からは中間電動車と優等車両ではない中間車の増備も実施された。最終的に1972年までに計53両が製造され、十分な量数が揃ったことで、 東急の電車の借用運転は1968年の下記をもって終了した。列車の編成量数も増加し、開業当初熱海駅に乗り入れる列車は最大5両編成であったが、1963年に7両編成、1969年に8両編成、1972年には9両編成となり、 翌1973年には最大10両編成に延長した。最短編成量数も同年に、それまでの2両編成から4両編成に改められた。だが、1974年に起きたオイルショックにより、増加していた利用客数は減少傾向に変わり、最短編成量数も2両編成に戻された。 形式欄で述べた、車体更新や格下げなどに伴うものに加え、100系、1000系では、乗客からの要望や時代、路線事情の変化に伴い以下のような改造や、塗装変更が実施された。また、これら以外にも1964年に雲波100系、雲波110型を対象とした台車の改造工事が、1965年から1967年に、 当時の在籍車両へ ATSS の対応工事が行われたほか、低運転台車の全消灯周りがオーシャングリーンからハワイアンブルーへ塗り替えられるなどの変化が生じた。開業当初、連結面に扉は存在していなかったが、開業後に乗客から暖房不足が指摘されたことから、回路の増設や施設改良に合わせて扉の設置が行われた。 1962年に運行したサントリーが新発売するビールの宣伝も兼ねた農業列車ブルーサントリー号用にクモハ110系3両とクハ150系1両に対して座席間に折りたたみテーブルが設置された農業列車としての使用時は車内に装飾が施されハワイアンバンドによる生演奏も実施されたまた先頭車には 伝承式の専用ヘッドマークが設置され、一般営業時にはその上に行き先が掲載された。ブルーサントリー号の運行終了後も折りたたみ、テーブルは1971年までそのまま使用された。前述の通り、製造時の100系は直通先の伊東線の事情に合わせ制動装置として、電磁自動空気ブレーキを用いており、機器を流用した線形も同様の機構であった。 1964年に伊東線の休憩電車が高性能電車に置き換えられたこと、貨物列車の牽引を電気機関車が行うようになったことから、1982年から1983年に在籍していた全電車の制動装置を発電ブレーキ、電磁自動ブレーキ、併用電磁直通ブレーキに改造している。サハ180系、サハ190系。 1000系など心臓、車体更新時から冷房を搭載していた、車両以外の100系は、製造時から長らく非冷房のままであったが、サービス工場を目的に1991年以降、伊豆高原駅に隣接した研修区で冷房加工事が実施された。車体構造や対応年数、改造費用など様々な条件を踏まえた結果、従来使用されていた。 鉄道車両用の冷房装置ではなく、一般の建物に用いられる安価な冷房装置が用いられた。心臓、車体更新時からの冷房車に採用されていた装置の電圧が 220V であり、一般の工場で用いられる 200V に近かったことも要因となった。また装置の電源については連結する冷房車の電動発電機から供給される形となった。 車内についても中央部のクロスシートと上高扉付近のロングシートの間にタッチスイッチ式の自動扉が設置されている壁を配置しクロスシート部分のみに冷房を効かせることで空調装置の効果を上げたほか非冷房のロングシート部分を喫煙可能箇所とすることで分煙化も図られた百九十一年夏季から営業運転を開始し同年時点の伊豆急行における 全車両の冷房率は79.5%に向上した。当初は、比例防車全車に対して冷房化工事を行う予定であったが、最終的に以下の車両のみ工事が実施され、もは140系全車をはじめ比例房のまま廃車となった100系も存在した。伊豆の助が描かれた雲波121ソシ190型から左派190型への車体更新を除き、 100系最初の廃車となったのは1979年に1000系に機器を供出したクモ派118とクハ115であった。ただしこの2両及び以降1000系に機器を供出した3両については、車体更新とみなされる事例があるほか、サロ1801ロイヤルボックスについては、流用元のサハ184の車歴を継承しており、それらを除いた100系。 1000系発の廃車は1985年の2100系電車、リゾート21登場に伴い同年に廃車となった4両であった。以降、2100系導入に伴い100系の廃車が相次ぎ、1993年には中間電動車のモハ140型が形式消滅した。これらの100系の主電動機をはじめとする主要機器の一部は2100系に流用された。 社会情勢もあり、1993年に導入された5時車をもって2100系の製造は終了し、100系、1000系の廃車についても1994年以降数年間行われなくなった。特に長編成の2100系では輸送力が多となる、早朝や深夜帯は100系の活躍の場であった。だが、長年の使用にそして伊豆急行は二千年以降百 軽1000系,系の置き換え用として JR 東日本で廃車となった113系電車を譲り受けし200系として導入することを決定したその結果翌2001年以降100系1000系の廃車が急速に進み講述する特別列車の運行を経て2002年4月27日をもって営業運転を終了した 翌2003年に1000系最後の車両が廃車されて、以降、伊豆急行に在籍する100系は、非営業用として残存したクモハ103のみとなった。さよなら100系重量編成号100系、1000系の引退を記念し、伊豆急行では2002年3月から4月にかけて、以下の特別列車を運行した。東急車両製造へ改装されるクモハ101伊豆、急行線上は、 クモハ103が経営した営業運転終了後は、ほとんどの車両が解体されたが、両運転台車両のクモハ100型のみ2両が残存した。そのうちクモハ101は、製造元の東急車両製造で保存されたものの、2011年までに解体された。一方、クモハ103についてはその後も伊豆急行に在籍し、伊豆高原駅に隣接する車両基地で、 入れ替えを牽引者として使用され続けた。その後、2011年12月10日に伊豆急行が創業50周年を迎えるにあたり、その記念事業としてこの雲波103を復活させる計画が立ち上がった。同年に発生した東北地方太平洋沖地震や、その後の計画停電により、伊豆半島全体の観光自体が大きな打撃を受けたこともあり、 集客が期待できる要素として文化財的な存在価値も有する旧型電車に白羽の矢が立ったことも大きな要因であった。運行時に車掌が必要となることなどに伴う採算性の問題や腐食が進んでいた車体の修復作業、本線上での故障時の対策など様々な懸念がありながらも現場の努力もあり、これらの課題は一つ一つ解決された。 特に7月から10月まで3ヶ月をかけた修繕では、窓ガラスの新調、機器類の補修など、全面的な作業が行われ、同時に100系の保守を手掛けたことがない若手研修員への技術継承も実施された。一部の部品は解体されたクモハ101から流用された。同年10月30日までに修復が完了した後、同日夜に試運転が実施され、 翌11月2日に試乗会が行われた。そして11月5日から行われた復活運転ツアーを皮切りに、雲波103は営業運転に復帰した。この復活に際し、全小島周りの塗装について、伊豆急下田駅側は登場当時のオーシャングリーンに復元された一方、伊藤駅側は引退時のハワイアンブルーが維持された。また、炭鉱運転では、 電源が確保できないため稼働不可能であった冷房装置が撤去されたが復活後は2010年代において貴重な非冷房車として逆に評判を呼ぶこととなった快速 100K 桜号2019年7月6日に走行した引退記念のツアー列車 JR 東日本の特急臨時列車と並ぶ記念撮影会も実施された本線復活後の雲葉103は臨時列車や 貸し切り列車、ツアー客向けの団体列車に加え、映画のロケに使用されるなど多彩な運用をこなした。上記の復活運転を含め、復活後の雲モ103の主な運用、展示実績は以下の通り。また、運行区間の特質がない列車は、伊豆高原駅伊豆急下田駅間を走行したもので、ある。雲モ103の走行可能区間は復活当初。 伊豆急下田駅南伊東駅であったが年を追うことに短縮し、末期は伊豆急下田駅片瀬白田駅間に制限されていた。雲葉百三は ATSSI に適した機器を有していた一方、伊豆急行線や乗り入れ先の JR 東日本伊東線で順次導入が進められていた ATSP への対応が費用面や車両の容量の問題から困難であったことがその 要因であった。さらに、車両自体の全般検査の期限が2019年かきに迫っていた結果、伊豆急行は2018年12月27日に、雲波103の営業運転を終了することを発表した。翌2019年からは、引退を記念したイベントが始まり、第一弾として1月31日から2月24日の間に、団体化しきり運転が、 4月12日から14日には、第2弾の個人で申し込み、100系満腹運転が行われ、6月29日には、伊豆急下大駅での撮影会も含めた第3弾の団体貸切運転が行われた。また5月1日からは引退記念乗車券の販売も行われた。そして7月1日から5日に実施された特別運転、6日の事前予約制のツアー列車や、 撮影会を経て、7月7日に実施された、伊豆急下田駅での車両展示会及び同駅と、片瀬白田駅の間で実施された特別運行をもって、雲葉103は、再度営業運転から引退した。その後は、伊豆高原運行区で、入れ替え動車として使用された後、伊豆高原駅の側線に留置されている。なお、この側線は、本線とは繋がっていない。 伊豆急行線経電車に関するカテゴリー、ありがとうございます。